大成さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大成修二さんの21作目にして最高傑作が誕生しましたね。ありがとうございます。もう本当にこれ有川さんもこういうのを待ってたって熱く語ってらっしゃいましたけれどまずタイトルからご紹介ください。はい、ふんがふんがと言います。これふんがふんがしかないんですよね。はい、まあ、そもそもこの絵本が出来上がったきっかけって何かあったんですか？一つの言葉で最初から最後まで要はワンワードでなんか表現できる絵本ってできないかなっていうのを考え出したのがきっかけなんですけども、まあ、ただなんでこういうお話になったのかっていうのは自分でもよくわかんないですけどね。小鳥のおまじないなんかは庭でたまたま小鳥を見てたっていうのもありましたけれど、例えば、ね、じゃあ動物園に行ったとかそんなのでもないんですね。いやないんですよね。今回もゴリラのパパが主人公なんですけど、なんでゴリラの話考えてるかってちょっと自分でも記憶にないんです。まあでも結構そういうことよくあるんですけども、なんかまさに降りてきたって感じかもしれないですね。だってこれ本当すごいですもん。よくこんなの考えられたねって有川さんも感心されてましたそうですか。いやそれ嬉しいですねでもこれね、一つの言葉で最後までちゃんとお話わかりますもんね。そうなんですよ。これが丸山さんの絵の力もありますね。そうなんですよね。絵で語ってもらう部分っていうのがやっぱり結構必要になってくるんで、うん、まあ、そのあたりも今回丸山さんの絵はもう本当に見事に表現していただいてるんで、はい、もう素晴らしいなと本当思いますね。なんかいつもの丸山さんとちょっとテイストが違う感じの絵ですしね。そうなんですよね。なんか丸山さんも今回のこのちょっと描き方っていうのは絵本としては初めてこういう描き方したっていうふうになんかおっしゃってるんですけどね、もうこれ子どもたちが想像力を膨らませてもうワクワクしながらこう読んでる姿が想像できますもんね。そうですね。何人かの方から出版社の方に動画が届いたりするのもあるんですけども、子どもたちがこの絵本を読んだ後に自分たちでふんがふんがで会話をしてるでもそれはすごく僕としては嬉しいし、フンガしか言葉ないんで、はい、表情とかニュアンスとかそのスピードとかそういうのはすごく自由にこうなんかやってるのを見ると、なんかいいなっていうふうに思いましたね。それはなんかもう子供たちの無限の可能性を感じますね一番きっと有川さんが願ってることじゃないでしょうか。それこそ絵本の力。これはやっぱりもう10年先20年先30年先もうずっと読み継いでいってくれる名作です。間違いないですありがとうございます本当嬉しいです。これ本当に多くの子どもたちに手に取っていただきたいですよね。いや本当そうですね、はい。まあそれにしても大成さんもう21作目ですよ。絵本作家としてデビューされて、ね、だるまなんだから、だるまなんだ。また来年に向けて次の作品の何かアイデアってもう持ってらっしゃるんですか？そうですね、もうアイデアの断片みたいなものはたくさんあるんですよね、はい。まあ、その断片と断片がこう結びついて思ってもなかったような面白い作品になることもありますし、なんかそういうタイミングというか自分の中でなんかそういうすごくマッチするなんか瞬間みたいなのがまたどっかであればまた面白いのができるんじゃないかなっていう、まあ、そういう意味で頭の中でこういろいろアンテナ的なものも常にこう張り巡らしてて、なんか面白いなって感じたものはストックしとくみたいな、そういう感じですかね。そうですか、まあ、今年も終わろうとしていますけれど、大成さん振り返ってどうですかこの1年。そうですね、まあ、このふんがふんがもそうですけど、まあ、いくつか作品を出させていただいて、はい、ただ、まあ、なかなかその子どもたちと本当に触れ合う時間がないっていうのがやっぱりなんかさ寂しい感じはすごくあるんですけどね、うん、そうですね、うん、来年こそはって願っています。
ね、また戸田さんにも来ていただいて、はい、もう楽しみにしていますじゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今年もあとわずかですけども、来年以降もまた面白い作品をどんどん作っていきたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。またふんがふんがもぜひ読んでいただいて、いろいろ感じていただければ嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。大成さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。福山出身の絵本作家、大成俊二さんでした。大成さんの絵本本当に面白いですよ。第12回幼稚園絵本大賞受賞の福助は見た、これは縁起物としてお正月にもおすすめです。そして大人気シリーズ、なぞなぞ始まるよ、これも3冊ありますけれど、もうご家族で楽しんでいただけると思いますから、冬休みにぜひどうぞ。絵本館のホームページの作家さんのバナーをクリックして、大成修二さんの絵本21作品チェックしてみてくださいね。